波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本よしです。今日もよろしくお願いします。おっす。今日はですね、大事なお知らせが皆さんにあります。先日行いましたモンハンナウのオフ会、とっても好評だったんですね。で、まあ皆さんもとてもいい方でですね、本当にびっくりするぐらい盛り上がったんです。皆さんも、もしよかったら2回目あったら呼んでくださいっていうコメントたくさんいただいてたんですが、なんと行います。あざーす。第2回モンハンナウオフ会。細かいことってあんまり決まってないんやけど、日時は決まってます。帰国するタイミングっていうのがあるんで、8月の31日土曜日と翌日9月1日の日曜日を使わせていただこうと思っております。場所はですね、千葉県の長生郡っていうところになります。で、そこに会社の古民家がありますので、そちらで合宿みたいな形になります。時間はですね、だいたい12時ぐらいに茂原駅集合みたいな形になると思うんですが、前回もね、同じだったんですけど、そういう方法で、そこからランチ食べて、その時にまあ自己紹介してもらったり、どういうことを念頭に置いてやってますみたいなことを言って、オフ会に参加していただこうと思っております。オフ会ではですね、参加費は無料になっております。とはいえ、集合するまでの移動費は自腹でお願いしたいと。あと、もしよかったら一人二人車で来てくれると助かりますっていう。あとは、もしかするとお布団が足りないことがあるかもしれないんで、寝袋持ってきてねっていう可能性があります。基本的に女性の参加はですね、今回もお断りさせていただいております。なんか事故がねあった時にこうちょっと対応がさすがに難しいので、男性のみの参加とさせていただいております。あとは高校は卒業しといてほしいかな。年齢がですよ、18歳以上になっててください。何か親御さんの確認を取らなきゃいけない、むにゃむにゃみたいなことはない方がいいかなと思ってます。もう一個あった。もしかすると課金をしなければいけないシーンっていうのは、例えば大連続狩猟みたいなのを連続でみんなで入ろうぜみたいなこと言うと思うので、その時にこう課金ができませんはちょっと都合が悪いので、そのあたりの課金ぐらいは覚悟していただけたらなと思っております。で、あとはまあできれば一生懸命頑張ってはる人ってことで、ハンターランク150ぐらいをミニマムでこう足切りをさせていただけたらなと思ってます。あんまり強すぎてもなと思いながら、まあその人たちの意見もいろいろ聞きたいので、上は切らずに行こうと思ってます。その日までに僕は300を目指しておきます。現在ね、278かな。だから多分届かないんですけど、目指しておきますっていう。武器も10の5のグレードのね、武器があるとかないとかっていろいろあると思うんですけど、気にしてません。で、皆さんが星8を狩るのに参加できる程度の実力があれば大丈夫です。で、めちゃくちゃ上手い必要もありませんし、めちゃくちゃ下手くそだからって言って心配することもないです。僕も十分に下手くそです。これ自慢じゃないですね。自慢にはならないですけど、僕も十分に下手くそです。たくさん遊んでるけど、めちゃくちゃ下手くそ。下手くそにもいろいろこう、スケールあると思うんですけど、僕はね、本当にアクションゲームはあんま得じゃないんですよ、実は。とはいえゲーム業が長いんで、まあ下手くそといてこれぐらいなんだな、みたいなのを、まあ見ていただけたらなと思ってます。大事な募集人数なんですけど、12名で、応募者多数の場合は抽選にしようと思ってます。応募方法は概要欄に書いておきますので、そちらをよく読んでいただけたらなと思ってます。集合の仕方等についてはですね、抽選の結果で当選された方っていう言い方でいいんでしょうかね。参加が確定した方にですね、こういう方法でお願いします、みたいなことを言うつもりでおります。1回か2回外食するかもしれませんけど、基本まあ岡本が作った手料理を皆さんが食べるぐらいの感じになってて、それをじゃあ手料理ってすごいの作るの違うんですよ。本当ね、寸胴でカレー作るだけなんですよ。で、前回はカレーとそうめんみたいなものを食べたんですけど、一応ですよ、おべっか込みで美味しいとは言っていただいてて、腹いっぱいに食えるようにはなってます。ちょっと食べさせすぎて体重が増えてしまったんじゃないか説はありますが、まあ一応美味しいという設定でやらせてもらってます。バカなんで鵜呑みにしてて、あ、美味しいんだな、ぐらいのつもりでいます。で、あと、狩りの空き時間のところですね、お酒飲む機会もありますので、お酒好きだったら嬉しいなと思ってます。意見交換会。こんなことしたいな、みたいな意見交換会もやりたいと思ってますので、それがまあメインになると思うんですけど、で、その意見をですね、なんとかナイアンテックに届けたいという、こういう思いで開いているオフ会ですので、よかったら参加していってくださいと。
前回参加しましたとか前々回参加しましたって方もですね、厳正なる抽選なので全然気にしません。あ、久しぶりやね。でも大丈夫です。なのでご応募いただけたらなと。たまたま抽選で前回と全く同じ人になってしまったら皆さんごめんなさい。完全に抽選にしますんで、抽選の模様なんかを生中継でみたいなことはやらないですよ。なんですけど、岡本とタピさんのですね、プライドにかけて全く選ばずにこう、って抽選させていただきます。以上、大切な告知になりました。よかったらたくさん応募してください。待ってますってことでですね、今日はこういう動画でした。バイバイ。